えいえいおー、皆さんこんにちは、トミックです。みんな居酒屋とかさ行った時につまみを頼むじゃない。何を頼む？枝豆？タコワサ？あとは？そう、エイヒレ。エイヒレさ、うまくない？俺めっちゃ好きなんですよ。 YouTuber と飲みに行く時も大体ねエイヒレを頼むんですよ。そこで思った、過去に何回かエイはさばいたことあるけど、居酒屋とかで食べる美味しいエイヒレというものを作ったことないんですよ。ということでですね、今回5キロのエイを買ってきたので、このでかいエイからエイヒレを取り出しておつまみのエイヒレを作りたいと思います。過去にいろんなエイをやってきたんですよ。ちっこいガンギエだったり、15キロの赤エイ、生きてる赤エイもやりました。いずれも煮付けたりとか、刺身とか肝刺しとか、市販では売られてない食べ方をしたんですよ。でエイヒレなんかさ、スーパーとかコンビニでも買えるじゃない。だからあんまり気にしてなかったんだけど、まあ、よくよく考えたら一からエイヒレを作るのも悪くねえなと思いまして、今回は買ってきました。でかいよ今回、5.6 キロですから。まあ逆にこれぐらいでかくないと美味しいエイヒレは作れないんですよ。目で見るタイム。シンクいっぱいに広がる赤エイですね。釣ってすぐ締められたんでしょう。血抜きはされている。で、赤エイっていうのは、この先っぽに毒があるんですよ。なんで市販で売るときは、まあ、基本的にはね、ここ、切っちゃうんですね。夏の海開きとかに行くと、よく看板とかで、赤エイには気をつけてくださいっていう風に出るんですけど、その理由としては、こういったね、赤エイを踏んで、まあ、毒の尻尾で刺されるっていうね、事故を防ぐために、まあ、そういう看板を出してる。基本的にこの尻尾を、切ってしまえば赤エイはただのエイヒレの元。赤エイ自体がもうエイヒレ以外はあんまり価値がない。このね、両サイドのヒレを取ってしまえば真ん中の部分っていうのはもう市場の人は捨てちゃうんですよ。こんな大きいエイでも1000円弱ぐらいで買えるというめちゃめちゃ安いんですね。 LINE スタンプ第2弾好評配信中。 LINE で友達になってくれ。まな板の上でさばくのも全然いいんですが、赤エイ自体がヌメヌメしてて、アンコウほどではないけど、まあね、迷惑をこむる魚なので、とりあえずヒレを取るまでは、シンクでやらさせていただきます。赤エイって、スッポンと同じで、人によってさばき方が違うんですよ。俺は、ここ。両サイドをここ切っちゃいます。人によっては、この頭を取ってから分けるとか、いろんなさばき方なんですよ。一概にどのさばき方が正しいとかは、ないです。俺はね、こういう、こっちから砂漠式。エイの裏ですよ。みんながよく言うエイの裏。悪口じゃないけど、なんかほら、人の顔みたいに見えるでしょ？エイの裏って。これ干したらね、まあ、変な感じになっちゃうよと。片っぽのヒレが取れました。これでも結構でかいからね。取ったヒレは、もうこれまな板の上に乗っけちゃいます。左右のヒレが取れました。ここの部分いろいろ使いたいんですけど、このエイね、ちょっとね、仕入れてからちょっと時間経ってるんですよ。なんであんまり鮮度的には良くない、エイなんですね。この赤エイ、赤エイのこうやってお腹を切るとこうやって肝があるんですよ。エイ肝、エイの肝なんですけど、これをね、本当はこれの肝刺しがめちゃめちゃうまいんですが、これちょっとね、時間経っちゃってるんです。正直ね、生で食べるのも怖いんですよね。一応肝は取っとくけど、ちょっと使い道が分かんないんで、とりあえず置いときます。実質もうさばき終わり。ジョイ袋見てみますか。うわ、なんかある。うい、ドロドロに溶けちゃってる。いや、なんかまだ詰まってる。いや、なんか出てきたぞ。いっぱいカニも食ってんだな、エイ。まあ、海、磯、まあ、結構浅瀬とかにいるんで、よくみんなが潮干狩りとかで見る、あ、ちっこい、サカサカサカってするタイプのカニですね。そんぐらいじゃないか、食ってんの。助けてーっていう、なんかすごい、なんか、こういう顔の漫画キャラクターいるよね。もったいないって思うかもしれないですけど、もう実際使われるのここだけ。新鮮なエイだったら、この刺身で肉が食えるんですけど、ちょっと時間かかったエイの食べ方がわかんないですよね。本体からね、ヒレを取り外したので、エイヒレの部分を集中的に作っていきます。おつまみで食べるエイヒレの部分って基本ここなんですよね。ここの薄いところ、熱いところは煮付けとかに使うやつですね。本当にね、ヒレしか用がないんですよ、エイって。これさ、破れてんじゃん。で、ここはもう煮付け用。はい、煮付けはね、過去にも作ったんで、よかったらそちらの動画を見てください。こうやってね、手でピリピリっと、ほら、ピリピリっと
抜けるわけですよ。ほら見て、みんなが知ってるエイヒレのほらなったでしょ。綺麗にエイヒレができました。ほら見て、めっちゃ綺麗じゃない。こうやってぶつ切りにするんですよ。ほらぽくなってきたよ。見たことあるぞっていう感じだったんですよ。これがエイヒレよ。ちょっとね、皮が残っちゃったらこうやって包丁でこうやって、大丈夫、 5.6 キロのエイからおつまみでできるエイヒレの部分はこれだけ。あとはもう肝だったり煮付けで使うようなやつだったり、こんな感じでエイヒレの部分水で洗いました。次なんですけど、本当はここで味付けをしたいところなんですが、その前にちょっとこれをねさばいちゃいます。この軟骨に沿ってまずは身を剥がしていくと。これはね、多分魚を三枚おろしする感覚で全然いいと思います。さばいたこの軟骨の部分、これいけるぞ。これもエイヒレに加えよう。そしたらこのエイヒレに味付けをして大体2時間ぐらい、置きます。醤油、酒、みりん、鷹の爪、これを入れます。このまま、冷蔵庫で2時間放置します。いい感じにね使ったので、これを干していきます。エイヒレをこんな感じで取り出すことができました。これを、一晩乾燥させます。一晩でこんな感じになりました。みんなが知ってるあのおつまみのエイヒレだけども、お、なんかちょっと自家製感出てないか。エイヒレをちょっと皿に移してオーブンで炙って食べたいと思います。これだけでめっちゃうまそうで、ここにマヨネーズつけてね食べるんだよね。うわー、ちょっとじゃあオーブンで焼きます。4枚だけ焼きます。こっちの方の、残ったエイヒレはまあなんか編集中とか生配信してる時のおつまみみたいないただきます。絶対うまいと思うんだよね。わからんけど、ちょっと焦げちった、エイヒレいただきます。自家製エイヒレ、うん、エイヒレだ。こんなに焼かなくてもよかったかも。うん、めっちゃうまっ。エイの肝刺しとかさ、刺身とかやったんだけども、やっぱりね、つまみのエイヒレにはかなうわ。みんなも赤いかったら素直にねエイヒレ作りましょう。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。動画見てくれてセンキュー、登録ポチッとイエイイエイイエイ。